はい、どうも皆さん、やってまいりました、モリチンです。今回もモンスターハンターダブルクロスの動画撮っていこうと思います。皆様ね、こちらの姿でお気づきかもしれないのですが、新しい装備をね作ってみました。急遽作りました。結構頑張って作ってみました。兄弟と一緒に、ね、集会所のねクエストをね回ってですね作ったんですけれども、こちらの装備、攻撃力アップ大の入る、序盤でね簡単に作れる装備ということで、ファンゴキャップ、ジャギーメイル、ファンゴアーム、ジャギーフォールド、ファンゴグリーブ、こちらにで攻撃の弾を入れて、作ってみました。これがねなかなかね強い。これは一回使ってみたんですけど、強い、めちゃめちゃ強いです。多分ねもう本当に回だったらもう全然これで余裕のよっちゃんということでね、これで頑張っていきたいなと思うんですが、今回はですね、ガンランスが見えるということでね、ギルドスタイルのねギルドガンランスをちょっとね使ってみようかなと。ヒートゲージとかもいろいろ調べてですね、やったんだけど、やっぱ僕ねガンランス好きなんだよね。本家でのガンランス好きだなってことで、今回はこれでいきたいなと思います。武器はベルダーガンランスのレベル4ね、緑ゲージがなかなかね長くなってきたところのやつを使っていきたいなと思います。でね、まだ星2までしか出てなくてですね、どのモンスターに行ってこようかなって思うんだけど、一応ね、まあそれっぽいモンスターだったら、まあこの大地を泳ぐモンスタードスガレオスに行ってこようかなと思います。一応ですね、まあめんどくさいモンスターではあるんだけど、まあ大型モンスターこいつぐらいしかね強そうなのいないので、星2だとねこれに行ってきたいなと思います。レッツゴー。さあ、先ほどですね、このね、クエストをね、やってきたんですよ。これ、テイク2なんだけど、まあね、言っちゃうとテイク2なんだけど、ですね、あまりにも早く倒しちゃってですね、ちょっと拍子抜けしてね、うまく言葉にできなくてですね、ちょっと頑張ってやっていこうかなと思います。かなり早くね、倒せるかなと。本当にヒートゲージの維持が最も大事なところであるかなというふうには思うのですが、まあね、とにかく頑張ってやっていきます。なんとか最初の段階でね、フルバをボンボン当てていきのの、で、そんな感じでね、戦っていきたいなと。まあどうやるのがいいかなと思うんだけど、このあれだね、このヒートゲージがやっぱそのさ、赤いところに近い、赤いところであればあるほど月の攻撃力も上がっていくらしいので、砲撃の威力が上がるのかなと思ったんだけど、そうじゃなくてもう普通に全部攻撃力が上がるらしいのでね、これはなかなかすげえなと思って、まあやっていきたいなと思います。さあ当たるかな、ちゃんと。おら、よっしゃ、当たったぜ。これでね、ドスガレオスがなかなかねめんどくさいモンスターだなーと。よし、オッケー。さあ、これで、よいしょ。ほっ、待て、うわ、怖い怖い。あ、大丈夫だ。よっしゃ、オッケー、ラッキー。よっしゃ、よいしょ、よら、食らいやがれ、フルバースト、ダーン。まずは一発目、まずは一回目だ。武士道もね使ったんだけど、武士道ガンランス使ったんだけどね、なんとなくね、ジャストガードのあれがね、なんだろう、僕合わなくてですね、なか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 難しいなっていう感じでね。よし、オッケー、よし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 、オッケー、よっしゃ、行くぞ。ほら、よっと、フルバースト、とりあえず2発目をドン当てての、でこれでグッと一気のの、さあもう一回フルバー当てて、なんとか、よいしょ、ドン。あ、これ、あ、でも大丈夫かな、当てなくても大丈夫かな、これで当たったのかな、一応。よっしゃ、ここからもう月ですよ、月月、とにかく定点月。よし、こっから僕のターンだぜ。よっしゃ、こっから私のターンですよ。よっしゃ、よいしょ、これでどうだ、これいい感じなんじゃねえの、これで火力が出るんでしょ、なんからしいじゃない、なんかガンランスは。やばい、やばい、しまった、クッククック。で落ちそうになってって、でこれでマックスになったら、マックスになりそうだったら、あれだ、ちゃんとね、じゃないな、このなんか何ヒートゲージがなくなりそうになったら、また砲撃をやる感じで、よいしょ、ドン、よいしょ、どうだろう、どんな感じかな。多分この赤いところね、でも分かりにくいんだけど、なかなか分かりにくいんだけど、この赤いところがなくならないように、ドン、よし、ギリギリ、よしよしよし、いいとこついてきてんじゃないの、いいとこつけてんじゃない、いい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 んじゃない、ガード、よし、オッケー、よし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 、定点好きで、もうだいぶでももう死ぬんじゃない、ワンちゃんこれ。おー、よし、オッケー、来た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 、これ当てたいな、いてててて、よいしょ、これ当てちゃおうか、いくぜ、うおー、破山流撃砲、これどうだい、これいけちゃうんじゃない、食らいやがれ、ここで流撃砲当てちゃうもんね、食らい、もう死ぬんじゃない、あ、でも、あ、あ、あ、お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 、なにこれ、ヒートゲージさ、これ何、あ、一定の値で大丈夫になるのこれ、お、あ、逃げる逃げる、ちょっと待って、逃げないでくれ、頼む、逃げないでくれ、あー、逃げないでくれ、うわー、逃げちゃうのー、あー、ダメか、逃げられる、しまった、待ってくれ、
3番に逃げられちゃった。いやこれやっぱ強いわ、すごいわ。ちょっと解いてからちゃんと3番に逃げられちゃったんでね、これでね追いかけて倒したいと思います。いや強い強いです。これってさ、その何ヒートゲージのこの赤いとこ、ここで止まってるのはさ、これオーバーヒートじゃないよね。これってここで固定されてすげえいい状態。ヒートしちゃった時はやっぱりその黄色のところで止まっちゃって、そのねピコンピコンなってたから多分最低火力みたいになっちゃったと思うんだけど、これは最高火力が保たれてる状態、すげえいい状態なの。いやそうなの、そうだとしたらすげえ嬉しいんだけど、これはちょっといいな。 これ、ま、もしそういう感じだったらすげえ嬉しい。よいしょ。さあ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 、どうだいどうだいどうだい。いやこれいい状態だったら嬉しいな。よいしょ、これガードしとこうか。よしいける、このまま定点突きで終わらせよう。痛い、しまった、ぐわ。でも多分これ、あでもオーバーヒートしてんのかな、オーバーヒートしてる時点でダメとかなのか。もしそうだとしたらちょっと悲しいけども、いやーすごい早い、うわすげえ。何分何分、ほら5分かかってないもん、すげえ。いやー強いわいやーやっぱいい装備作ると違うね。正直そのね、今日はね兄弟3人で初めて今日やったんだけど、弟がねだいぶ進めてたんで、いろいろ連れてってもらいましてね、まだ出てないクエストとかもあったんだけど、連れてってもらってなんとかこの装備を完成させました。まあ兄弟様々ですよねという感じで今回はこんなもんでね、攻撃力アップ大のね簡単な装備を作ってみて、教えてもらったね簡単な装備を作りまして、これでねクエスト行ってみたという動画でした。まあギルドガンランスじゃなくて武士道の方がねなかなかいい使い方できるのかなと思いつつ、まあでもねなんかブレイブガンランスもね気になりつつの、本当にまだねスタイルに関してはまだ全然決めてません。どういう風に戦うかっていうのは決めてないので、本当になんつうのかな、ダーン、結構でもたまるなこれな。スタイルは決めてないので、もう本当にねどれがおすすめだよとかね、いろいろねコメントしていただけたらなと思います。ということで今回はこんな感じでありがとうございました。いやーやっぱ強い装備作ると全然もう楽しさ変わってくるね。これでこそモンハンですな。ということで、生放送やら動画やらよろしくお願いします。ダブルクロスのね動画まだまだ続けていきますんでね、よろしくお願いします。モンスターハンターフロンティアの方もねまだまだ続けていきますので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いします。ということでありがとうございました。チャンネル登録よろしく。次回お楽しみに。グッドバイバイバイ。